あ、なんやそれ。じゃあちょっと、いろいろ、あんまり、普段は、二人では、よく話すんやけど、こんな風に人前で、二人で話すのは、初めてやねんけど、ちょっと、緩やかにやっていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。あなんかと、言わなあかんや。全然合わす気ない。え、何？はい。グリーンスペースのとか僕らに質問とかあったら、今日はできるだけ、答える時間があれば、答えたいなと思うんで、その辺もある人は、気軽に質問してくれたら、いいなと、最後の方とかで、なんか時間をまとめて答えれたらいいんで、質問もまたお願いします。なら、お願いします。最初の質問からいきましょうか。一応、まず、生としては、ゲスト。ゲスト。お前が質問し俺て、が俺出がるよう答にえる。質問。そうはでい。すね。そういう形でお願いします。じゃあ最初の、質問からいきたいと思うんですけど、この、仕事をするまで、の、学生時代の、思い出とかやってきたことって、ありますか？学生時代の思い出。ここ最近ずっと思うことは、中学校はバスケ部で高校はラグビー部やってんけど、まあ知ってると思うけど、で、スポーツクラブに入ってて、で、多分、が、スポーツクラブに、入るのが、まあ、男の子の普通みたいな感じのことを言って、で、まあ一応なんとなく自分もそれに乗っかっててんけど、まあ今思えばそんなにスポーツが好きじゃなかったなっていうのはすごくかな。なんかいい思い出もあるけど、やっぱよく考えたらちょっと自分としては辛い部分があったなっていうのは今思うね。なるほどね。じゃあ、あんまスポーツは好きじゃなかった。ということで。今思えば。で、よく人前で俺は、次郎のことを、庭の申し子って言うねんけど。で、最初に庭に興味を持ったんは、何歳ぐらいの時？何歳やろう。庭に興味を持った。何歳やろう。でも漠然と覚えてんのは、何歳やったかな。めっちゃ小さい時に、まあ、お前も行ったと思うけど、足立美術館に、おとんに連れて行ってもらって、で、足立美術館自体はもうちょっとでかすぎて、いまいちピンときやんかってんけど、なんか額縁みたいに窓を切ってて、そっからこう庭が見えるみたいな、あれがもういまだに印象にすごい残ってるかな。あれぐらいからもうなんか、おお、おお、みたいなのはあったかな。あれは、多分小学校の、俺が高学年やから、次郎が3、4年ぐらいなのかな、多分。ちっちゃいな。じゃあ、なんていう、俺はこの仕事に、ずっとつくんは、ずっと拒否しているというか嫌ってんけど、次郎はずっと、やりたいというか、この仕事をつきたいって言ってたけど、それは、いつ頃からこの仕事をやってもいいなっていうのは、何歳ぐらいから意識してた？中2ぐらいか、別に学校が好きなわけ、嫌いなわけではなかったけど、別に高校に行かなくて仕事しようかなっていうのはちょっと思ってたかな。理由は、なんでな仕いの事？かな。なんでやろう。でももう別に、なんかわからんけど、どうせ働くやろうなっていうのはずっと思ってて、で、それはもう、そうやったらもう早い方がいいんじゃないかなというのは、なんとなく思ってたかな。なるほど。そうですか。
じゃあ、まあ次いきますよ。まあ、その、まあ一応、グリーンスペースっていうのは、まあ、父親が、まあ、作った、まあ、会社やねんけど、なんか、まあまあ、まあ、その父親はもう亡くなってんけど、なんか、父との思い出とかって、なんか、ありますか？父親の思い出か。へぇ、まあ、めちゃくちゃな人やったけど、もう、本当にめちゃくちゃやったからな。何やろうな。まあ、でも、今思えば、性格とか仕事、詳細がない。でも、多分、ちゃんとした人のとこにおったら、いい職人さんになっててんやろうなっていうのは思うかな。その、スピードの速さとか、なんていうかな。その、うん、バランスの取り方がうまかったと思う。その、仕事に対して、仕事？なんやろ？現場に対しての。ただ、本人がちょっと、うんうん、バラバラな考え方というか、一個のことしたら一個のことしかできへんみたいなタイプの人やったから、まあ、それがあれやったんちゃうかな。うん、だから、社長には向いてなかったかな、ぐらいの。うん。そうだね。まあ、向いてないね。どっから聞いていったんやろな。まあ、どうしようかな。まあ、今まで、まあ、仕事してきて、なんか一番ターニングポイントって思うのは、まあ、まあ、何個かあると思うけど、次郎的にはどこら辺が一番ターニングポイントだと思う、うん、今があるとするならば。まあ、これは多分、ほとんど、聞いてくれてはる人には分からないと思うんだけど、時代の頃に、ずっとこう、なんていうかな、外交工事をしてて、その時になんか、俺、構造っていういつも言ってるから言うけど、構造がお兄ちゃんは打ち合わせみたいな営業みたい営業、まあ、打ち合わせと営業みたいなのをしてて、で俺ずっと現場に出てて、仕事を一生懸命しても、なんかお客さんとかもなんか別に俺らのことを見てるわけでもなくみたいな日々がずっと続いてて、でそれをこうちゃんと話し合って、もうこういうのはちょっと先がなんかないわけではないけど、やっぱり面白くないなっていう話になって、まあ一旦その当時の仕事を全部捨てた時が多分、自分の中では一番のターニングポイントかな。あれは、多分、俺は自信があっていけると思ってたけど、お前の方は子供生まれたてやし結婚したてやしみたいな、なんか多分、うん、大きなだと思うね。うんうん、でもまあそれかな。うん。うん。その時はじゃあいけると思ったってこと？うまくいけると。うん。自分一人では多分無理かなっていうのは思ってたけど、お前とちゃんと手を組んだらいけるかなっていうのは思ってたかな。うん、まあ、いけるっていうのがどこまでいけるなのかは分からんけど。うん。うんうん。まあでも。まあそう、とはいうものの、まあ3年から5年ぐらい全く、まあ、仕事がない、まあ時期を過ごさなあかんことになってんけど。今、まあ植木屋っていうのが、まあ俺は植木屋って自分で言ってんねんけど、まあ植木屋っていうのは、なんかどんな仕事やと思いますか、次郎では。どんな仕事やろうかね。でも、なんか、どんな仕事か。もう普通のことになんか今はなっちゃってるような気がするけど、そうやな、何やろう。なんかでも、バラバラになって、なんか、落ち着きのない、現場とかを、見て、もうすごく、綺麗にしたいというか、整理整頓したいというか、なんかそういうのが、すごい、俺はストレスで、現場が散らかってるのが嫌いやし、だからなんかそういうのを、こう、正していくみたいな
なんか掃除するみたい、掃除じゃないけど、うん、まあそういうのの延長にある仕事みたいな感じのような気がしてるかな。うんうん、なんかとにかく、うん、綺麗なものを綺麗にすると、うん、やっぱりその、そこに住んでる人たちもみんな、その、単純に気持ちが上がると思うし、もやっぱり上がる。だから自分が上がるってことは、うん、お客さんも上がると思うかなっていう感じかな。なるほど。まあ、綺麗にするってことね。うん、質問ある人、どんどんくださいね。あの、だんだんどんどん喋ることがなくなっていくから。じゃあ、まあ、二郎がまあ、この仕事の中で、なんか、自分が、まあ、得意やなって思うことは、うん。どういうこと？やっぱり、得意だと思うことか。何得意かな。でも、うん、多分、その、なんか、うん、あの、何やろ、うん。やっぱ今、さっきの話と一緒で、多分、その、綺麗にしていくことが得意なんじゃないかなと思う。自分では。うん、あのまあでもなんか、うん、まあ俺の中では、やっぱり自分がない器用は器用やと思うから、うん、なんかまあ目の前にその、あるものを違う、まあ、例えば写真を見て、それと同じものを、なんか作ったり、うん、なんか再現したり、まずは、するのが、まあ、得意なんかなとは思うねんけど。うん。うん。せやな、それは得意かもしれへん。うん。うん、得意かもしれへんな。うん。うん。うん、まあ、今は、まあ、現場と、まあ、プランと、プランというか、CAD で図面を、ジローは書いてんねんけど、うん、今まで、じゃあ、例えば、一番大変や、書くのに大変やったプランっていうのは、どこ？大変やったプランは、もう、別に普通に名前を出していっていいねんな。まあ、ラホーレが、すごく書き直しが多くて大変やったかな。うん、ものすごく、あの、色の、あの、修正はすごい、CAD は難しくて、色の修正と、うん、あと、細かい寸法の直しはやっぱりものすごく大変。うん。ラフォーレは大変やったかな。うん。うん。なるほど。じゃあ、うん、なんやろな、今まで、うん、あの、一番、まあ、緊張したっていうか、うん、経験っていうのは、どういう経験？緊張したは、多分、H の時に、初めて東京やったし、うん、あの時に、うん、多分、緊張してたけど、うん、結局、俺らの仕事って、その一瞬で終わるわけじゃないから、前の日の夜とかはわりかしドキドキしてたかなと思うけど、うんまあ、始まったらまあいつも通りかな、うん、ただでもあの時結局なんか原因不明の足を痛めてるから多分緊張して盛り上がっててんやろうなと思う。え、なんで原因不明のなんか足痛いっつって足の甲かなんかがすごい痛くなって言ってた言ってた全然覚えてないわ。痛み止めを塗ってたよ。うん、ああ、なんかまあそういうことやるよね、いつも。やる。不明。じゃあ、どんどんいきますよ。なんか庭を、うん、作る上で、一番、まあ、大事やと思うこととか、大事にしてることっていうのは、まあさっきも綺麗にする、その空間を綺麗にするっていう話はあってんけど。うん。まあでも、まあなんか俺の場合は、まあ言ってしまえば、こうちゃんがいるので、こうぞが、なんていうかな、サポートしてくれる部分がすごいあって、
だから、俺はそこまでこう、なんていうかな、例えば、なんか、お客さんとの、と細かい話しなくてもよかったりするわけやから、こう、作業ばっかり集中できるわけやんか。で、最近、本当に一番心がけてるのは、まあ、単純やけど、事故のないようにと、現場を楽しくするっていうのは、一番多分最で、作ってる俺らが楽しくなかったら多分出来上がるもんも楽しくないなっていうのはずっと思ってて、で、まあもちろんお客さんの顔色というかそういうのもいろいろ考えながらはやるんだけど、でも、まずはそれと、あと、まあこれはまあ兄弟でいつも話し合ってるけど、もし自分たちが、失敗というか気に入らなかったらいつでも潰せる覚悟でおるというか、それはもう常に心がけてるかな。いつでももう最初のスタートに戻って、そこから始めようと。これはなんかすごい重要かなと思う。かな。まあ、なんかまあまあ、いつも、まあ俺も二郎が集中できるようには心がけてんねんけど、まあなんか、質問があって、よく似た形やから、それの質問に、言ってたんですけど、なんか、お父様のことですが、先ほど現場のバランスが良かったと言ってましたが、具体的に伺いたいですっていう、現場のバランスっていうのはどういうものなのかっていうことを聞かれてる人がおって。なるほど。バランスっていうのは多分、時間配分と、その、仕上げの状態とかのバランスというそういうのがすごくうまいというか、いたずらに早いだけでも絶対良くないし、なんか、時間をかけすぎるのも、それはそれで絶対にお客さんに負担になったりとかもするし、なんかそこら辺のバランスの取り方はすごい上手かったんじゃないかなと、思う。それはまあ、時間の配分のバランスと、が仕上いいっがてりこと。のきれいさと、そうそう、その辺の、なんていうかな、二つの両者のバランスの取り方がすごい上手かったんじゃないかなと。まあ、ちょっとなんか褒めすぎな気がするけど。俺もそう思う。まあ、質問の答えになってるのかわからないけど、まあ、よく、まあ、俺と兄弟がタイプが違うって、多分まあ、言われることもあるし、自分らもまあ、なんとなく思ってんねんけど、なんか一番まあ、違うのは、どういうとこやと。俺、それでちょっとお前に質問があって、同じことやねんけど、多分やけど、性格が一番違うところは、現場で見てるところが全然違うんじゃないのかと思うね。多分、俺、どっちかやったら細かいとこばっかり見てて、なんかその端っこのしまい方のとか、そういうところをすごい気にして、例えば枝のなんか流れ方の一本の流れ方とか、すごいもうすごい気になる。でもそういうのがすごい気になるけど、多分、こうちゃんはそういうとこを、見てないっていうとあれやけど、見てないかなと。じゃあ、一体どういうと見こをて見なていのかな。なっていうのは、質問してみようかなと思っててんけどな。まあでも、どういうとこを見てるか。でもまあ、なんていうのかな。全体の、それこそ、まあバランスっていうか。いや、で、まあまあ、だから洋服みたいな考えでいったら、なんか、まあ例えばもしかして差し色、みたいなものをどっかに入れれるのであれば、まあ、プランは、には書いてないけど、そういうものをどこに入れれる可能性があるのかっていうのは、いつも、なんか、俯瞰して見てるかなと思うねんけど。差し色か。まあ、なお、そまあ、だやな。から、ちょっと、だから、なんていうの、まあまあ、もう難しいけど、あんまりぜ、あの、全部をきれいに、仕上げすぎちゃうっていうのが、あんまりちょっとなんか気持ち悪さというか、があって。まあだから、まあでもそれは、まあ行為としては、まあ足すっていう行為やから、まあまだ引くっていうレベルまではいけてないなとはいつも思うねんけど、なんか、まあでも何か、
足せるんじゃないかっていうか、まあもちろん弾けるんじゃないかも考えてるけど、まあだからとりあえず一回、まあ図面通りを、まあ作っていくっていうのを、なんていうかな、まあまあ、それは二郎と一緒やけど、図面通りのものをとりあえず作って、そこからどうかん、まあ、改めてどう考えるかっていうのが一番大事だと思ってるから。なるほど。まあでも、まあ、俺と、うん、タイプが、うん、うん、言って、うん、よく言うねんけど言って。あ、いいの？なんかその、綺麗、綺麗すぎるのが嫌っていうのはよく言うやん。うん。で、それっていうのは、なんかその、うん、なんとなくはいつも分かってるし、まあ、いつもまあ、まあ、ちゃんと理解はできてるのかどうか分からんねんけど、綺麗すぎるのが嫌っていうのが面白いなっていつも思ってて、で、俺多分綺麗すぎる方が好きで、綺麗すぎるのが嫌っていうのが、なんか、うん、どういう感じなんかなって。まあでも、だから結構二郎はやっぱり職人やから、うん、なんか作る現場に立ったら、うん、やっぱりさっきも言ったみたいに綺麗にしようとか、心地よくしようとか、なんていうの。まあまあでも美しくしようとか、なんかそっちの方向にどん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 シフトしていって、細かい、それがどん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 、うん、細かいところの方向に行くと思うから、まあそうじゃなくてもうちょっと引いて、みんなで弾いてみようやっていうような作業を俺ができたら、こうなんか、弾いたり、まあ、ズームしたり、弾いたりして、こう、現場をまた、見直せるから、まあ、そういう作業、うん、自分でも答えがないけど、何か足らんとか、っていう感じの時は結構あるんかな。なるほど。まあ、なんか分からんけど、必死こいてやってたら、どんどんこうなっていくからっていうことかね。そう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 。だから、ずっと細かいとこばっかし、まあ、出ているばっかし見ちゃうっていうか、まあ、それはそれでいいと思うねんけど、うん、まあまあ、そこが見てるっていうから、でも、なんか、まあ、俺が思うには、プロはその細かいところをもちろん見るし、そこが大事だけど、普通の人っていうのは、パッと見た瞬間とか、まあ、弾いて見た最初の印象とか、なんか、あまあそういうところでパッと見ると、まあ第一印象かな。俺が、まあ、思ってるの第一印象で、うん、どう見るかっていうところも絶対あると思うから、まあだからそういうところを第一印象で、まあどういう、まあどういう、まあ物語じゃないけど、どういう、なんかそういうスタートっていうか、どういうものをなんか与えれるかなっていうのは、すごく見て、それは見てるんかもわからへん。なるほど。はい。でね、まあ、もうタイプが違うっていうのは どこが違うと思ってだから。性格？だってどう考えても。性格がタイプ、うん。タイプ。タイプ。性格とタイプは違うの？うん、いやいや、性格でもいいけど。まあ、どう考えてもお前の方がヤンキーやん。俺の方がいやそれはないと お上品な感じやん。ああ、はいはいはい。そこかな。意外とみんな逆に思ってると思うけど。まあ多分でも、うん、普通の人が受ける印象とは全くなんか反対な、まあ、気がするっていうか、うん、まあよくなんか俺が全体のちょっと遠くまで、うん、まあ言うたら会社の、こうやったらこうなるみたいなことを考えながらやってるみたいに思ってる人は多いけど、うん、どっちか言うとそこっちに関しては俺は目の前のことしかできなくて、多分二郎が不意になんか言う、うん、それってこういうことなんちゃうんとかいうことがに左右されるっていうか、そっち、ああそうやって思うことが多いから、だからそういう意味ではすごい逆なんかなとは思うんだけど、うん、現場と普段そのなんかこうなんかビジョンっていうのはなんか俺あんまり目標とか、うん、それこそあんまりうまく設定できないっていうか、あんまりないって言っていいんかもわからんけど。じゃなくて、まあ、それとそことそれはしたかったらそうなんちゃうって、足したらそうなんちゃうっていうのは、なんか、いつも二郎が、なんかあれなんかなと思うけど。そうやな、意外と直感でなんかいろいろと進めていっちゃうもんね。
そうだよね、大体。で、まあ、また今質問来ててるから読ませてもらいますけど。へ、来た。庭師のキャリアとして京都の老舗造園会社などで修行しなくて逆に良かったことはありますか？両方してないから分からへんな。分からへんな、これはな。うん、まあでも京都で修行は したいな。ちょっとやってみたいなと思うな。うん、どんなかなっていうのはすごいあるけど、まあでもまあ一番良かったことは早い段階から自分で考えて行動できたっていうことは多分良かったことじゃないかなと思う。その真面目にちゃんと答えると、なんか自分の持論としては技術っていうのは大体手段やと思ってるから、で早いうちから自分で考えてその手段っていうものを身につけていく方がやっぱりなんか自分なりのゴールには近づけるかなっていうのはずっと思ってて、だからなんかそういうことに関しては誰かにこう教わった方が近道な時ももちろんあるんやろうけれども、なんかこうちゃんとしたルートを歩んでるのかどうかわからんけど、自分で考えると、途中で違う、ところに道が分かれていっても対応していきやすくなるというか、なんか答えだけ先教えてもらうとどうしても答えばっかり覚えちゃって間が抜けちゃうような気が、まあせんでもないけど、別にそう他の人らがそうなのかって言われたらそうかどうかわかんないんであれやけど、まあ自分としてはそれが一番良かったことかなと思うな。まあでも、うん、前なんか別に善次郎さんも言ってたけど、なんかどこで修行してもそれは俺も一緒やなとは思ってて、なんかまあなんかそのどっちか言ったら、まあこういうそういう職人さんっていうのはそのことにしか興味がないっていうのが俺は一番の問題なんかなと思って、うん、だからまあ京都にのちゃんとしたとこに修行に行くような人はなんか、本人も真面目でちゃんとしてるから、なんかまあそれ以外のことになんか興味も持つことが少ないんちゃうかなって言いますよ。うん、まあすごい感じんねんけど、それは、うん、せやね、なんかうんせやね、うんうん、多分そうそう、それでじゃあまたお前に質問やねんけど、まあ言ったら服好きやん。うん。服好きやん。聞こえてる？うん、で、最近買った中で、最近買った中で、一番のお気に入りの服と、うん、その理由は？めちゃくちゃ難しいな、それは。うん。一番、まあ一番っていうか最近買った中での、うん、なんでそれを買うのかなって、なんかまあ今考えてる間に喋るけど、まあ本もいっぱい買うやん、すごい買うやん、でそうどこでその情報を仕入れてんのかもいまいち横におっても分からへんし、服も一緒で、うん、なんでそれを選んだのかっていうのは全然わからないというか、横におっても、でメーカーで買ってるそんなこともないし、うん、もちろん来たことないメーカーやからこれ買ってんっていうのはあるかもしれへんけど、うん、基本的にはそんな感じでもないし、うん、まあ、まあなんでそういう服を選ぶんかなと、じゃあ理由が多分絶対あってっていうか、まあ、でもなんかもう最近はでもあれかな、なんていう、まあデザインもあるけど、なんていうの、うん、来た感じというか、うん、が、まあすごい、まあ気にして、まあまあ太ってるからもあるけど、だから、今日もなんとなく話やけど、うん、T シャツの、着丈と身幅を、うん、結構あ、うん、いろんなメーカーのを自分でずっとメモってて、うん、で自分の中で、好きな、それを、うん、まあ、わかるようにしてて、その自分が好きなバランス、うん、で、
なんていうの？そう、まあ、こういう時期やし、ネットで買うことも、半袖の T シャツとか今出始めてるから、まあ、うん、まあ、ジローに黙っていろいろ買ってんねんけど、黙って。なんかそあで、そのなんか 数字と、なんかそれと照らし合わせて、うん、なんかいい感じだったら、嬉しいかな。そう、いい感じっていうのは、多分答えるのが恥ずかしいことやけど、自分の中で似合ってると思ってるのか、それとも着心地が良いサイズなのか、どっちなんかな。そう、まあ両方やでもな、やっぱり、うん、最近では。うん。うん、どうやろ。今は、でも着心地にもすごいこだわりがあるから、うん。そこはすごい。だから、ジローは今着てる、なんか北村のとこで買った T シャツとかも、まあすごく好きなバランスやったから、うん、まあ欲しいなと思って、うん、まあ買ったり。なるほどな。うん、まあ何も考えてどうして選んだら。え？いいよ、大したこと言わんから。うん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 、何そのアップになった？いや、じゃあ今質問が入ってるからちょっと見てただけ。あ、まあ洋服のことまたあるから読むけど、うん、古風な植木屋の作業着を社員さんで揃えてますが、うん、なぜあの作業着にされたんですか、うん、ちょっとこの質問俺しか見えへんね、ここの、うん、あ、そうやな、俺見えへんな。まあまあ、でもそれはもうさっきの京都の修行みたいな話で、やっぱりどっかでそういう憧れはあるかなっていうのはあるかな。一回来てみたいというか、うん、昔に東京で土塀講習っていうのがあって、植木屋さんたちが100人ぐらい来たところに土塀を習いに行った時に、上野さんっていう、がもうまたりみたいな、もうそれがすごいかっこよくて、うんうん、でなおじいちゃんになっ、まあおじいちゃんでいいと思うけど、おじいちゃんになってもこなしができるって、うん、でちょっとこうなげふわ見えてたり声みたいなのはあったよ、うん、うん、あ、喋り終わった喋り終わったかな、ああ、ちょっとなんか、まあ、では電波が。あ、うん。うん。うん。まあ、着てみると動きやすいかな、でも、本当に。俺の仕事にやっぱあった服やなっていうのは思う。うん。うん、まあ、でも、俺はでも、すごい、そういう意味では、仕事するときの、衣装っていうか、見え方、うん、はすごく大事やなと思ってて、俺らは庭しか見えてないけど、周りの人っていうかお客さんとか、まあクライアントっていうのは作業してる俺らをも見えるわけで、まあ働いてる人が、まあどんな動き方をするのかももちろん大事やし、うん、なんか、やっぱり自分らの中で、まあ俺らは植木屋っていうのがあるから、で、なんか、やっぱりこう、まあどうしても、まあ商業の、案件とかが増えてきたら、なんかそっち寄りに見られることもなんか多くなってきて、なんかまあそうじゃなくて、なんかちょっと、なんていうの、和の要素を、まあなんか自分らの中でもちゃんと取り入れて、やった方が、なんか、なんていうの、それこそ、まあ見た目というか、だからまあ言うたら、そのグリーンスペースっていう名前が、俺はずっと、まあ嫌やってんけど、嫌やっていうか今もあんまり別に、まあ今はもうええかなとは思うんやけど、だから、うん、まあこれ、まあ話したら、まあうちの親父がつけたのがグリーンスペースっていう名前で、で、二人で独立したらというか、うちの親父から社長変わったら、この名前を変えてやろうって、和風の名前にしてや、してようと思っててんけど、親父がまあ急に楽になったから、まあまあ、親父が作った会社でこの名前やから、まあそこだけは、
まあ、なんか、大事にして、しようって二人で話して、まあ、この名前でずっとやることに改めてなってんけど、だから、なんか、そのグリーンスペースで、なんかそういう商業施設とかばっかしやってたら、なんかそういう、なんか、まあまあ、なんか植木屋らしくないような見え方がすんのが、俺はすごい嫌やなと思ったんで、なんかやってることは、うん、見え方はどうかわからないけど、普通の植木屋さんと一緒のことしかやってないし、だから、まあなんか、その辺は、そういうの、なんか、濃い口とか、反転とか、はすごい大事だと思うし、うん、まあでも、そこに、まあ、普通に、こう、なんか、なんていうの？いろんなグラフィックとかも入れて、なんか、うん、まあそういう要素も入れながら、まあそういう混ぜるのが、まあ好きなの、松とアガベみたいな感じで、まあ好きなのかなっていうのは、うん、まああんねんけど。うん、どうですかね。どうでしょうかね。うん。まあ、急に変わるかもしれへんけどね。うん。まあ、俺はまあ、どんどん、まあ、質問していくねんけど、まあ、ジローの中で好きな庭っていうのは、どういうものが、まあ、一個じゃないと思うけど、まあ、さっき足立美術館っていうのは言ったけど、他にはなんか影響を受け、うん、まあ、好きというか、まあ、好きでも影響を受けたでも、どっちでもいいねんけど。あ、まあ、でも、いつももう、ずっとみんなに言ってるのは、一番好きな庭は、ムリンアンかな。うん、ムリンアンかな。ムリンアンで、じゃあムリンアンで、うん、ムリンアンは何が好き、うん、ムリンアンのどこが好き、もう何やろう、うーん、難しいねんな、ムリンアンの好きなことを説明するの。でもムリンアンって土地の形も特殊やし、すっごい変な作り方、変な土地の形やのに、全然そういう風に中に入ると感じひんなんねんけど、まあ、そういうのは抜きにして、入り口なんかようわからん、狭い入り口で入って、なんか薄暗いとこちょっと抜けたら急にスポーンと広く見える、あの感じがすごい好きかな。うん、もうでもそこかな、もうそこに尽きる感じかな。うん、うん、でも影響を受けたっつったら、多分重森美玲とかの方が多分影響を受けたし、いっぱい見に行ったと思うね。で、そうやな、うん、安藤忠雄とか、なんかそういうの方が影響は多分受けてると思うけど、庭として好きっていうか、自分が欲しい庭ってなったら、うん、グリーンアンが欲しいかな。まあそういう、まあシークエンスじゃないけど、そういう流れがいいってこと、うん、ムリンアンは。じゃあ、二郎的には。音声がちょっとあれやったわ。流れ。庭の入ってから、うん、庭までの流れっていうか、そういうシーンがいいってこと、うん、うん。そうそうそう。それはすごい重要やと思う。だから、現場でも、なんかうまく言われへんけど、やっぱりこう、につくだいぶ手前ぐらいから、なんか、いろいろと、こう、考えて走ってるというか、だから、例えば、Google マップやったら、こう行くって言ってるけど、本当はこっちから入ったは気持ちいいよねとか、そういうのは、本当は、あんまり人にはもう言わないけど、自分の中ではずっと思ってるというか、うん、だから、でも、なんか川沿いを走っていった方が、この現場になるか、ちょっと距離が離れようかな。なんか最後聞こえにくかったわ。なんか今音声が一瞬切れてたで。うん、なんか最後すごい聞こえにくかったけど。うん。なるほどね。だからそれは無理やってことね。うん。じゃあ、そう、安藤忠雄っていうのは、一体どの辺に影響を受けてるの？まあ、好きっては知ってるけど、俺は。まあ、安藤忠雄さんに関しては、もう、多分初期の頃というか、関西でいっぱい作ってはった頃の、もう、なんか、どやみたいな。どうや、すごいやろみたいな、なんか、あの感じがもう大好きやな、俺。もう、だから、何だっけ、光の教会とか、ああいうのとかも、すごい、本福寺、水見堂なんて、もう、どやって感じがもう、すごい良くて。で、特に本人が言ってはるわけでもないけど、すごい、空間が庭的というか、だから、ああいう、
コンクリートだけで、庭っていうものの構成ができんねやっていうのはすごい驚いて、だからなんか、うん、まあ枯山水とかもそう言ったらそういうことやねやろうけど、なんかそれよりもう少し大きなスケール感で、うん、コンクリートだけで構成できるんやっていうのはすごい発見というか、だからそのまあなんか、うん、あんまりこの言葉好きじゃないんだけど、間の取り方みたいなのがすごい庭的やなっていう感じはしたかな。うん、うんうん、それは庭的というのは日本的なところも感じるってこと？うん、多分日本的やと思う。あの安藤忠雄さんはどっちか言ったら京都の庭っぽい空間かな。うんうん、まあ、勝手に俺が思ってるだけやけどね。うん、じゃあこれ、うんうん、まあまあ勝手にまあ思うねんけど、じゃあ京都の庭を見、うん、固定園、まあ固定園っていう言い方もどうかでも、まあ見るんと、それとは一緒の感じ。で、うん、受ける印象が一緒ってこと。そうそう、すごい、まあ、京都の庭と、うんうん、まあ、京都のっていうか、うん、すごいいい庭、いい庭の感じ、うん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 、まあ、いい庭ってことは難しいけど、まあそのコンクリートって話あったけど、まあ、これからなんか庭で、うんうん、使ってみたい面白そうな素材とかっていうのはなんか、まあそれは別に他の人が使っててもグリーンスペースが使ってなくて、うんとかでもいいねんけど、うん、なんか面白そうな、うん、なんか素材っていうのはなんか思い浮かぶ？最近一番衝撃を受けた庭が、うん、まあ、お前も知ってるあのドミサイルの庭、吉郎トン、うん、が作ったあの庭の感じがすごい良くて、うんうん、で、うん、まあ、自分の中では、このなんか最近ではもう一番衝撃を受けた庭で、あの辺の素材の使い方、なんか、あれなんていうの？銀色のあれはなんていうの？ステンレスみたいな、うんうん、まあ、何やろ、獅子おどしみたいなのが。そうやな、獅子おどしっていうのが一番すごい衝撃を受けて、まあ、まあ、庭師ってあんま使わないから、うん、でも、まあ、ああいうのは面白いな、まあ、ああいうちょっと未来的な、うんうん、未来的なテイストに、うん、そういう、まあ、獅子おどしを、まあ、混ぜたみたいな感じってことかな。うん、うん、まあなんかまあ自分の中ではあの庭はすごいもうちょっとなんかもうちょっといろいろとよくできるような気はせんでもないんだけど、やっぱりやりたいことがすごい分かりやすいし、うんうん、まあ、うん、素晴らしいな、まあ、かなり荒削りではあるけど面白いなと思うけど、ね、うん、いやすごいなと思ったかな、うん、まああと、うん、まあ単純にネオンとか使ってみたいなとはずっと思うけど。ネオンというのは照明ってこと？そうそうそう、ネオン管ってもう別にどう使うとか何も考えたことないけど、ネオン管はかっこいいな。まあ俺もう一個、まあ、聞いてみたかったことが、まあ、いまいちっていうか今まだ俺がわからないことで、石の据え方っていうか、うん、石の据え方っていうか、うん、石のあり方っていうか、うん、まあなんかその辺がいまいちまだ自分の視覚的に分かってないとこが、うん、あんねんけど、なんか、石を据えるときっていうのは、うん、どこを見てるの？なんか、ね、まあ、雰囲気で言ったら、例えば外側を見てんのか、内側を見てんのか。うん、どこを見てるか。うん、でももう、空の方かな。もう全体的に。どっちか言ったら石を据えるときだけは、なんていうのかな、うん。あんまり、多分、3D で見てなくて、多分もうちょっと上から、平面図のような見方を自分の中ではしてるかな。平面図と立面図の、見え方を繰り返して頭の中で。交互に見てる感じかな。パースのようには絶対見てないかな。だから高さ深さとかで、うん、あと何ていうかな、距離、2つの距離の取り方とかそういうので全部考えてる。どういうこと？上方向ってこと？
上方向と、まあ、横と、それを繰り返してる。上方向と横、上と横、下じゃなくて、上と横の力を見てるってこと。うん、でもまあそれは図面を描く癖で、多分平っていうのを描くからそういう見方をしてるだけやと思うけど、でもまあ上から見てるかな。なるほど。なんかまあ難しいな、それは。じゃあ、まあ、ちょっと質問ガラッと変えねえけど、まあ、はい、あと10分ちょっとなんで、どんどんなんか質問ある人は、まあもらえたら、まあまあ答えれるところは答えていくんやけど、今、まあ、いつや、去年か一昨年に自分の家を建てて、で、はい、実際に、まあ自分の庭を、まあ、うん、持ったと思うねんけど、今まではまあ、うん、まあ言うたら作るばっかしやったけど、実際に自分の、うん、まあ庭を、持ってみてというか、こう、オーナーになってみて、うんなんか、その庭がどうかというよりも、庭ってものが、どう思うのかっていうか。飛び飛びやで。うん。音声が飛び飛びやったで。うん。まあまあ実際。オーナーになってみて。まあまあ実際が、自分の庭を持ってみて、まあどうなのか。うん。ああ。うん、でも、やっぱり、楽しいな。果てしなく作っていけるのがすごい楽しいかな。で、多分こう、まあみんなにいつも言ってるけど、手入れがすごい好きで、お手入れが。で、なんでお手入れが好きかっていうと、その都度その都度こう、なんていうか、考えてまた、なんていうか、そこの庭を良くしていくっていうことを考えて、もう一回切って。で、すごい、多分作り続けるのが好き、うん、で、まあ完璧なものなんて多分ないから、その都度その都度こういいなって思うようにしていけるわけやんか。でそれが自分家やと、もう少しだけ自由にいじれる。やっぱりお客さんのところだとお客さんありきやし、そうこうかなと思ってて、やっぱそれはできないことはもちろんやけどあるし、自分ちやったらもうこれは気に入らんかったらこう抜いてあれしちゃえとか、まあこっちに移動しちゃえってことやけど、そういうのができるし、で草とかも別にこの草は綺麗やから残しておこうとか、そういうこともできる。そういうなんか普段できないことができるっていうのはすごい楽しいかな。でも基本的には同じような感じでやってるかもしれへん。じゃあそう、まあ、使い方っていうか見え方とかは、なんか生活に庭があるとか、なんか、まあなんかいろいろ、まあ料理とかしてるけど、そういう意味での庭の、のあり方っていうか、まあ、まあそれはもちろん楽しいとしか言いようがないとは思うんだけど。うん、でもやっぱり窓からふと見た庭が綺麗やったら、やっぱり嬉しいかなっていうのは。うん、だから自分の中ではそのリビングが、きれいに掃除されててきれいな状態とのもうちょっと延長にあるもののようなイメージかな、自分家の庭は。じゃあやっぱりきれいやったらホッとするしみたいな、なんか家を建ててからその何て言うか、何て言ったんやかな、なんかうまく言われへんけど、こうそういうとこもちゃんとしようって思うようになって、なんかだからそうそう、庭っていうのはそういう意味ではすごい面白いなって思う。そういうとこでどういうとこ？なんかまあ料理とかもそうやし、別に丁寧に暮らせるタイプではないけど、なんか庭をどうこうするのでも、料理をするのでも、まあ掃除するのでも、その家というか生活に携わることをまあ、楽しくちゃんとしていきたいなっていうのはすごい思う。で、庭っていうのはやっぱりそういう意味でこう分かりやすくこう外に出るし、きれいにしていったりとか、そういうことも自分の手でできるから面白いなって、まあでも、庭はすごい多分、まあ、やっててって分かるけど、なんていうか、やっぱオーナー
によってすごい変わっていくと思うから、まあ僕作ってる俺らが言う、俺が言うもなんやけど、やっぱりそのオーナーによってすごい庭っていうのは変わるから、うん、まあそれはそれでそこもまた面白いとこやなとは思うんだけど。うん。うん。うん、あと何分ぐらいなのこれ。また質問が来て、あと8分ぐらいじゃん。好きな樹木は何ですかって。好きな樹木。俺。うん。俺。うん。あ、俺でいいねんな、うん。俺が好きな樹木は、うん、何やろうな。10月桜かな。10月桜かな。意外な答え。かもしれんな。あ、そう、10月桜が一番好きかな。なんか形も好きやし、伸び方も好きやし。うん。うん、あんまり手間のかからん、うん、かわいい子やし、うん、はいはいはい、あ、なるほどね、うん、そういうのがいいね、うん、まあ全然話題変わんねんけど、その、うん、SNS と、まあ、庭っていうか植木屋の関係性っていうのをまあなんかちょっと、うん、まあなんか まあ話せるかなと思うんやけど、だいたい、うん、このインスタのライブもそうやし、まあ、インスタグラムとか、ツイッターとか、フェイスブックとか、俺は全部ジローにやれって言われてやり始めたっていうのが一番最初で。うんうん。うん。で、まあ、なんかその、SNS とその植木屋とか庭師の関係性っていうのは、うん、まあ多分徐々に変わってきてると思うけど、うん、今はどんな感じで思う？多分昔は、うん、すごい相性がいいと思ってた。うんうんうん。思ってたね。うん、でもちょっと時代っていうか、ちょっと、なんかちょっと変化を俺も感じてて、で、まあ多分こういう、うん、まあまあコロナとかまたまた多分変わっていくと思うねんけど、まあでも SNS ってすごい多分重要なツールやと思うねんけど、うんうん、どう思われますか、それは。なんかでもさっきお前が俺のインスタグラムを見直してて、何年ぐらいやったか忘れたけど、うん、この頃はなんかインスタグラムとかでも適当に面白いことを笑いながらアップしてたよねって、うんうんうん、で今は結構、うん、言ったらおかしいけど、まあそんな堅苦しいものもあげられへんけど、うん、まあそういうことばっかりあげてるよね、うん、みたいな話になってたやんか。だからなんかもうやっぱり、うん、その、うん、一周回ってかどうかわかんないけど、うん、ただやっぱりその新しいものが出たら、それをうまく使えるようにはなりたいなというのはいつもあって、で、だからやっぱり今、なんかこうやってて言うのもないけど、まあインスタライブは面白いなっていうのはすごい思ってて、で、これのいいとこはやっぱ消えちゃうっていうのもいいし、うん、うん、うん、で、もともと昔から、まあ思い出してるけど、いろんな庭師の人のブログとかをたくさん読むのがすごい好きで、でそういうので俺はいろんな庭師の人たちを知っていたし、こう発見していたから、そういう意味ではやっぱり今もいいなとは思うねんけど、インスタグラムのおかげで出会えた人らもおるし、うん、多分その、うん、ヤードワークスさんとか、オリザ君とかはそうやって出会えたわけ で、そういう意味ではやっぱりすごい面白いなと思う、うん、ねんけど、うんうん、でもまあ、インスタグラム自体になんかこう、今、例えば、なんていうのかな、すごい期待みたいなものはもう何もないかなっていうのはあるかな。うん、ないよね。まあ、俺はもともと全然ないねんけど、うんうん、まあまあ。じゃあもうちょっとあと3、4分やから質問来てるから、いきますよ。え、あ、橋爪さん。橋爪さんから、庭のプランは任されることが多いですか？それはお前、任せないのかな。え？誰だね？俺、お前の方の、お前の方の。まあ、俺か。まあ、でも、今、最近は、ま、任されることが、まあ、多いかな。うん。でも、まあ、なんか、まあ、俺はそうやねんけど、全く何もないとこから生み出せるわけじゃないから、どっちか言うたらなんか、条件を、まあ具体的じゃない方がいいけど、ここに桜を植えてくれとかは、まあ、ちょっとあれやけど、なんか条件っていうか、ここはこういう条件でとか、こういうコンセプトで、
何か、まあ、建物にしても、まあ、なんか商業にしてもやってるからっていう、なんかそういう、なんかちょっと足かせじゃないけど、なんかそういうのをいただけた方が、多分やりやすいかなとは思います。で、もう一個質問来てて、まあ、庭の文化を若者に浸透させていくにはどんな取り組みが必要だと思いますか？どんななんて？若者、どんななんて？ごめ取り組み？まあ、庭の文化を若者ん。に、まあ、浸透させるには。わからんな。まあ、でも、まあ、どうなんやろう。若者にどうやったら届くんやろうね。まあ、わかんないけど、とりあえず、いや、本当は、その、スーパースターな、すごい庭を作って、ドーンってしたら、多分、若者たちは食らいついてくるんでしょうけれども、っていう感じかな。まあまあ入りもう、口はすまあごそこいでも人いいが。けど、まあそこから。そもそも若まあだ者からとまあまあ庭っていそ、うそのも、の相そ性が良くない気がする。う。そうそうそう。だからそもそも浸透させなくてはいけないのかっていうとこから俺は始めた方がいいと思うけど、それは話的には。多分。まあっていうかもうでもあと1分30秒その話は無理やから。なんか音声の調子最悪い後。よ。なんて？海外で庭作りはされてますか？されてません。それそこれでいいその？音声が悪い。ああ、そう、されて、音声してが悪い。な、まあ、してない。してない、してないですよね、うちはね。だから、その、二郎的にはしたいわけな。俺は、ニューヨーク、ロンドン、パリやったらしたい。で、それも目抜き通りの案件やったらしたい。それ以外はもういいかな。残り1分でまとめてくれな。まあでもそう、庭の文化を浸透難しいな。じゃあ、まあなんかさ、若者。じゃあ、まあ、なんかさ、若者って言ってるから、若者に向けて30秒で最後お願いします。30秒で、若者に向けて最後メッセージでお願いします。締めてください。電波が最後に来てこれやな。聞こえん？